館に行きたいと思います。恵比寿駅の東口を出たら目の前にあるこの階段を降りていきます。このグレーのビル、炭火屋という看板が見えてきたらお店に到着です。看板奥の階段を上がってお店に入っていきましょう。お店に到着です。お店の中に入ってきました。こちらがランチセットのメニューです。お店の方にお願いをすると、こうした英語のメニューも出してくれるので安心して注文することができます。基本的にこの緑のマークがついているものがベジタリアン、ビーガン対応のメニューで、黄色いマークのついているものが動物性の食材を使用したメニューになっているので、メニューを選ぶときに参考にしてください。ランチは11時半からラストオーダー14時30分ということです。はい、こちらがお野菜の御殿盛りです。こんにゃく、かぼちゃのサラダ、キヌアのサラダ、大豆ミートの唐揚げ、人参の炒め物、そしてお味噌汁と玄米ご飯がセットでついていて、玄米ご飯はおかわりが自由です。で、あと小鉢でとろろと、あとお漬物がついています。そして私の方の、はい、ご飯がですね、同じくお味噌汁と玄米がついていて、小鉢、こちらはひじきがついていました。海藻ですね、ひじきと、あと同じくお漬物、そしてメインは大豆ミートの酢豚をチョイスしてみました。それではいただきます。